皆さん、ご無沙汰しております。マシンガン山北です。もう4月といえばですね、皆さんもうプロ野球がね、スタートしたっていうところでですね、マシンガンのね、もうプロ野球ニュースもね、今からね、どん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 ね、やっていこうと思ってます。3月はですね、もう皆さんもう休ませていただいてね、本当にありがとうございました。そしてね、マシンガンプロ野球といえばですね、じゃじゃん、2024年、プロ野球チップス、じゃじゃんっていうことでですね、こんなにね、仕入れましたっていうことでね、またね、似たような動画になると思うんですけど、 ちょっとね、プロ野球のね、チップスを開けてみようと思ってます。これのね、コンソメとかね、梅とかね、海苔塩出たらね、絶対買うと思うんです。ちょっと前置き長いです。今日ね、僕がね、出すね、カード、ちょっとあってみます。そうですね、広島カープのですね、森下投手、そして中日のネオ投手あたりが出るんじゃないかと思う。もしこれが当たった時にはですね、皆さん、すごいいいねとですね、コメント、頂戴いたしたいと思っております。何が来るかな ここら辺開き方がちょっと野球部なんですけど、いきますよ。せーの。おっ一発目佐々木朗希。佐々木朗希ですよ。もしかしたら来年、メジャーに行くかも。でも、日本で無双してほしい。佐々木朗希でした。そしてもう一段。おっファイターズの4番、野村祐希。多分ね、去年から野村くんいっぱい出て、多分野村くんだけで6枚あると思います。まあ、皆さん、この対決。 ね、見れるかもしれませんよ。ということでね、アシンガーのプロ野球ニュースはですね、以上となります。佐々木朗希一発目でて,て、この喜びの顔を見てください。ということでね、以上今日のね、プロ野球チップス終わりますので、皆さんね、ご視聴の方、ね、引き続きよろしくお願いします。